ソリン号は、京都、大阪、神戸中津、別府、大分間を運行する夜間高速バスである。愛称である、ソリンとは、大分県を代表する歴史上の人物であり、戦国時代に、現在の大分県を中心に勢力を誇った、キリシタン大名、大友ソーリンに由来し、名前の部分を、ローマ字化している。当項目では、かつて、大阪と大分を結んでいた。 エメラルド号と湯の国号についても述べる。エメラルド号、湯の国号においては、関西側の停留所は大阪市内のみであったが、本路線においては、京都府京都市、兵庫県神戸市からも利用可能となった。遠隔にもあるように、当初はだいぶ交通、亀の井バスの2車を含めた合計4車で運行していたが、2019年3月末をもって撤退したため現在は、 下記2社にて運行しており、結果的には、かつてのエメラルド号と同じ陣営が残った格好となっている。太地は停車停留所。関西圏内並びに大分県内間の相互利用は不可。座席は、全席指定席で事前に予約が必要。インターネットでの予約は、ハイウェイバスドットコム、または、発車をライネットで取り扱う。大阪阿部の橋、上本町バスセンター。 南波別府、大分、再寄付寺は停車していた、停留所大分バス両社とも、日野 RU、グランデッカで、乗客定員28名の3列独立シート車を使用し、車内は、トイレ、自動車電話、車内オーディオ、飲み物サービスなどを備えていた。塗装は、両社共通の道路線専用オリジナル塗装をまとい、大分バスではその後分午後にも、 同じカラーリングが流用される。路線廃止後は、両社協にた路線へ転用されたが、現在はいずれも廃車となっている。湯の国号は、かつて大阪と中津、別府、大分を結んでいた路線。運行開始から4年余りで運行休止し、後正式に廃止となった。本路線の休止から21年後の2015年9月12日からは、大分川3車と、 西鉄バス北九州が運行する高速バス、北九州別府、大分線の愛称として、本路線と同名である、湯の区号の名称が用いられている。大阪から新大阪、千里ニュータウン千里中央宝塚インターチェンジ、西宮なじお西宮北インターチェンジ中津、宇佐別府北浜大分大分,大分新家は社とも、トイレ付きの独立三列シート使用スーパーハイデッカーを、 使用し、社内はビデオマルチステレオや飲み物などの各種サービスを行っていた。ありがとうございます。